はい、チープロジェクトへようこそ、チーさんです。ジャッジアイズ続きやっていきたいと思います。新谷とも打ち合わせなんだけど、なんかイベントがあるっぽい。あの幼あ、違う違う違う、あのお友達になれるやつ。どうした、くなんていうんだこれ、クワドラガーデン。うわどうしよう、ん、何か困ってるみたいだな。あのどうかしたんですか。すみません、助けてください。どうした、強盗。じゃあ Where is the rest room? トイレ行きたいって。外国の人が日常会話くらいならできるし、代わりに話を聞いてあげよう。トイレの位置を聞いてるみたいですよ。あ、それならお店の外です。英語だと It's outside of this cafe。 Okay, thank you for the kind なんて読むのこれ、スルー、なんて読むのこれ、読めない多分右下にピンポンって出てる。拙い英語だけどなんとかなってよかった。お客様すみません、聞いたことない単語でびっくりしちゃって。トイレはウォータークローゼット。あ、そうなの。単語を知ってるってことは英語は苦手ってわけじゃないのかな。いえ、好きなんですが勉強を始めたばかりで、だから勉強のためにここでバイトしてるんです。あ、そんな外国人がたくさん来るところなの。へえ、そうだったんだ。学生さん。うん、はい、大学生です。私卒業したら海外で働きたいと思ってるんです。大学生でその英語スキルで海外で働けるのか。それで実践的な場で英語を勉強したいと思ってホテルで働き始めたんです。ここホテルなんだ。確かに外国からのお客さん多いよね。私も英語全くできないんだけどさ。なるほどね、そういうこと。まあ頑張ってよ。ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。そうだ、お名前を聞いてもいいですか。ヤガミだ。ヤガミ、あ、名前なんていうのこれ、高幸。よろしく。私は真田楓です。よろしくお願いします。おー、何の変哲もないカムロ町住人だと思ってた。楓さんね。はい、あのこういう風に顔合わせをしていくんだね。はー、なんか食べてっかい。あー、いいな、チョコレートケーキ食べたい。私が食べたい。クーポン割引適用されるっていいね。気に入った。いいな、食べたい。買いに行ってこようかしら。ありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございます。なるほど、こういう感じで。落ち着け。あ、いる、この人だ。いらっしゃいませ。聖四郎。ただいまミュージックフェア実施中です。ミュージックフェア、コンビニで、どういうこと。ん、はい、700円お買い上げごとに1ポイントで10ポイント、7000円分買うとレコードが限定。え、欲しいかも。しかも室町の各店舗ごとに違うレコードです。ちょっと待って、今思ったけどさ、このセーブデータでこれやっても意味ねえわ。だってオリジナルデータに戻るもん、ストーリーある程度いったら。またね、オリジナルの方もあの言っときますんで。どうぞ。あ、お茶出してもらってるじゃん。態度でかいな。禁煙じゃないの、大丈夫。おい、八神、なんで先に怪盗だけ来させたんだ。いや、自分で行くって言うから。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。もういい年した大人に向かってバカとか言うなよ。それは気がつきませんで。まったく、お前も座れ。はい、いいじゃん別に、態度でかいのお互い様なんだから。バカか頭いいかは別として、もう態度はでかいな確かに。怪盗さん、事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど、
どれどれ。その前に。ん？お前ら、役割はわきまえておけよ。特に八神。そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。え？わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。それでいいんだ。12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。はい、ちょっと待って、お菓子用意してた。クイックサーチモードについて。クイックサーチモードは、証拠品などのものを調べる際に使用する機能です。あ、これはあれだね、あの調査モードと一緒かな。はい、死因はなんだ、目玉でしたね。被害者は関西協力会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。はい、こっちおかしくってんだぞ。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。どういうこと？構想中の登場会から凶霊会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。犯人探しは警察がするから。それさえできりゃ羽村は無罪だ。結婚。これは死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。眼球引っ張り出したんだ。血がよほど出てるもんな。確かこれゴミだったはず。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。その時まだ異常はなかった。つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。ポケツ？怪しいな。被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。 GPS の位置情報も拾えなかったらしい。なるほど。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。なんかさ、まあ龍が如くの方だとさ、これなんか構想するためにさ、こう凶霊界のなんか人間が自分の内々の人間をこう始末して、ちょっといらねえやつをで、こう登場界のせいだっていうのにして構想を始めててっぺん取るみたいなやってそうだけどね。内輪の犯行みたいな。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？見てない。行ったけど見た。もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。傷あったっけ？嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。まず事件の背景として、関西の凶霊会と登場会との抗争がある。これまでにも凶霊会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は凶霊会と敵対する登場会の犯行である可能性が高い。大吾どうなってるんだよ。登場会 ここまではいいな。事件はヤクザ同士の抗争である可能性が高い。登場会と関西凶霊会の抗争ってことだ。いいよ、続けてくれ。
じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前、松金組若菓子が無駄にシネマティックだな。協力会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後検察が言うには、これ何してたのか本人に聞きたいよね。羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。こんな繊細な殺し方する？遺体から眼球を抜き取った上、死体はそのまま暴行を加えて殺しそうなもんだけどな。遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、な、ね、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ、羽村は事件から1週間後に逮捕された。うーん、アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。褒めてるそれ？同感です。褒めてるそれ？まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。弁護士の仕事は有罪とは言い切れないと証明するのみ。うん、そうだね。それは本当に警察がすることだから。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。協力会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。勝ち込み？おいおい、今こんな時に協力会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。相当殺気立ってるだろうな。
俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。簡単に言うじゃん。その集め方はお前らで決めろ。あ、ずるいなこいつ。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった、行こう。海藤さん、まず強霊会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやすさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。そうだったね。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡するから。はい、なるほどね。まあじゃあまっすぐ向かいましょうか。どこだ、ここか。松金工業って書いてるね。同情会計か。これでも大吾が一番上なのかな。そこはさあこう一緒なのかな。東条会計松金組、半分パラレルワールド的なやつだもんね。規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。怖い怖い、ね、写真撮ってない。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか多忙。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。いい親父さんやないですか。あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてる。確かに。まあそうかもな。なんか言っといてよ、ちゃんと。海藤はどうだ、笑顔出してって。元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。海藤さんのことも別にかれこれ1年前か、悪いあれじゃなかったんだ。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、何があったんだろう1年前。お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。お茶持ってきてくれた、優しい、ありがとう。失礼します、どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何のようだ。羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ、多分も手貸してくれんのか。カムロ町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前連中今相当ビリついてんだろ、分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。占領通りってことはそんなでっけえビルじゃないだろ。これ今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。来んな来んな、危ないよ。お忍びでよ。まあもちろん来んなって。絶対無理だよお忍びなんて。おやすさん、おやすさんオーラが違うもんだって。街歩いただけでもお忍びじゃないよ全然。なんだあれ、海藤さん、またドアップ。おやすさんと話せたよ。協力会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか、じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。お、じゃあもしかしてドローンの出番か。
それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ刑事名称ハトかドローンかどっちかにしない？なんかもうごちゃごちゃになってるから。よし、じゃあ占領通り。あー、こっち行けへんのか。あー、やられた。いいの持ってる、いいの持ってるよ。あ、壊れちゃったじゃん。何やってるの。物は大切に使って、次使う人のために大切に使って。何怒ってんの。怒らないの。いた、やる。人の自転車破粉砕して。ったく、時間食っちゃったよ。よいしょ。やっほーい、東京出張だーとか言ってた。陽気な人いたな。え、あれ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 。絶対こいつらあれでしょ。ここのバズレンダしんどい。え、終わった。ちょっと何終わってんだよ。終わってないからな。吹っ飛ばされて、あれか、バトル圏外に出たか。おお、全員に当たり判定。よいしょ、溜まってないね、 EX ゲージが。いやー、あ、うわ、投げられた。お、しばらく寝とけってん。なんかビリビリってない、なんか壊したかった。はい、刑事アート。誰かいる。もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。どこいんの？カイトさん、後ろの絵何？どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。おいた。なんだ。分かった。にゃん。俺も今そっちに行く。なんか大丈夫この辺。セクハラしてる。ここにも人いるね。猫カフェの店員。なんかやってんの、あそこも。ん？何やってんのあれ。写真撮ってる？めっちゃついてるあれ。ちゃんとちゃんとってのもおかしいけど。んー、どこいた。これはかわいい、ミケちゃんだ。あ、なんかタバコ吸ってるやついるぞ、あいつ。怪しいな。ぐらいかな。ビリビリバチバチってるの何なんだろう。ここってエレベーターないんだね。ここ走ったら大変なことになるんだよ。にゃんにゃんサボ、お世話になりました。あの超自分勝手な猫店長に。こうじゃないの。よいしょ。ここか。
海斗さん似合うなあ、こういうの。よ、ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。やっぱそんなでっかいビルじゃないね。じゃあやっぱり強霊界のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。はい、じゃあドローン飛ばします。確かね、難しかったんだよこれ。飛びるの。あーごめんごめんごめん、飛ばしちゃった。これはね、ただただドローンをね、なんかをね、ドローン乗せて何かをね変えないといけなかったのよ。これかな。また猫の声した。あ、いた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 。にゃんこー、かわいいね。確か部屋一つ一つ見れたはずなんだよ。なんだ？ん？どこに判定があるんだこれ？これは視点移動早っ。ちょっと待って、視点、あ、ここ、あ、普通の視点と一緒なのか。ちょっとできるだけ動かさないように頑張る。よいしょ、誰かいますね。なんだあいつ、どこで本読んでるの。こそこそ本なんか読みやがって。サボってるんだろうね。ここは見えないね。これはよいしょ。なんだ、はい、確かね、こっちからよっ、開いた。上なんかあったっけな。上は何もなさそう。これはやってるわ。あれ、村瀬じゃねえか。何やってんだろう。どっか行ったわ。ほったらかしてどっか行ったわ。どこの部屋に行ったか探そうぜ。入れるのかな。ああ、なんか不思議な壁があって入れないわ。どこだ。あれ、どこ行った。あ、来た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 。怪しいな。いたぞ。あれが村瀬じゃねえか。やったな、タボ。さすがだぜ。オッケー。簡単だったね。フロア奥の個室か。やろう。自分用に部屋持ってるってことは。そこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るなら、あの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか、強行突破か、どう攻めていくかな。実はこれ私変装して入り込むってしたんだけど、
強行突破しようぜ、今回は。強行突破するか。行こう。正面から刑事アートに殴り込む。待てよ、焦るなって。そいつは一番最後の手だ。時間もあるんだ。もう少し考えようぜ。海藤さんは頭使わないのが好きだと思ってた。本当だよ。お前と一緒にすんな。他の案はねえのか。いやもうこれ変装だな、多分。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかね。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドンキホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはここから見張ってる。おう、それじゃ作戦開始だ。あれ待って、なんかいいのあんじゃん、ここに登らなくても。ち、貝がかかってる。あら、警官がそっち向かってる。え、巻いて。え、すぜえ、ちょ、さっさと済ませるの。はい、ピッキングします。割とね、割と時間かかる。時間かかるっていうか、もう少しだ。よし、2分も時間くれるんだ。開いた。簡単だった。さあ壊せ。蹴る。怪しいだろこんなの。器物破損だよ、ただただ。ドン・キホーテ行くかい。このまま入っちゃえばいいのにね。お待たせ。待たせ。それじゃ早速変装だ。ああ、はい。これすごいな、作業服。よし、これでバッチリだな。似合ってんね。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。はい、分かってるって。じゃあな。任せなさいって。あれだよね、突入していいんだよね。ヤクザの巣窟。どうも、業者です。どうも。エアコンが故障されたそうで。ぽいぞぽいぞ。修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。あの、中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。
そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、この人がここがヤクザの巣窟だって知ってるのかな。それでは作業に取り掛からせていただきます。部屋とか絶対入らせちゃいけないと思うけど。よし、警備室の中を見てから。あ、そこの部屋って警備室のこと。失礼。暗いな。見取り図を探す前にまずは電気をつけないと。電気ぐらいつけてよ、パチッと。うわ、明るい。猫の声した。にゃんこー、かわいいね。あ、猫だと認識してない。怪しいな。怪しくはない、猫ではある。見取り図、見取り図は、どこだっけ。これ違うわ。どこだ。見取り図、見取り図、あ、盲点でございました。ん？3階の非常階段のところ鍵がないと開かないみたいだ。あー、村瀬がいた部屋に行けないな。ここは警備室だから鍵がどっかにあるんじゃないか。探してみよう。鍵どこだっけ。これか。これは鍵はこの部屋のどっかにしまってあるのか。どこだ、探してみよう。鍵がデスクの上に保持されてたぞ。ちゃんと厳重に管理しろ。今回俺が代わりにしまっといた。次やったら分かってるだろうな。しっかり書き置き残してくれるヤクザさんすごいね。金庫。これはこの金庫。デスクに置いてあったメモには厳重に管理しろって書いてあったな。まあそうよね。5038とここにもあるんだよね。これはぐらいかな。ちょっと最初初めてやった時めっちゃ時間かかったんだよね、実は。あ、覚えてない覚えてない。5038。治療キットもらった。よし、村瀬のところに行こう。非常階段から外に出よう。おいしょ。でもこれ直せるの？直せないじゃない？自分で壊したし。俺が壊した状態のままのようだな。直せって言われても俺じゃ無理なんだけど。おお、ちょ待ちや。なんだよ。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ？はい。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちへ、ついてき。結構なんかいいやつだな。うー、さば、はよ直してくれんとここへ死ぬわ。まあでも2階にスルッと入ってこれたよ。おお、あれや、電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました、とりあえず見てみますね。マジかよ。どうする、直せないよ。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれ。買い替えなさいって言いなよ。クソ、エアコンの直し方なんて知らないぞ。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。もうゴッドハンドだから適当にやるしかない。ちょっと、あ、あれやばいやばい。よし、治った。お、
さすがやないか。アナログテレビみたいな。なんやそない簡単なことで治るんやな。次のあの壊れたらぶん殴ってください。お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。よし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 。ガチャ。誰やお前。え？いや、業者です。私、エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。エアコンの修理業者の顔覚えてるのか？そんな故障、頻繁に故障してるのかよ。いつものあんちゃんはどないしたんや。ええ。てっきりあいつが来るもんやとばっかりは思っとったわ。それはですね。妙やな。もう一回業者に電話して。あ、やばい。どないなってんのか確認してみようか。こいつが電話したやつか。こいつが業者に電話して呼んだのか。どういうわけすれば辻褄が合う。別の業者を装う。整形は絶対ダメだよね。いや、神室町だったらありえるのか。でも声が違うとか言われそう。ひょっとして違う業者さんも呼ばれてるんですか。うちはカムロメンテナンスって言うんですが。カムロメンテナンス聞いたことないな。どうやらご依頼いただいた方はこちらにはいらっしゃらないみたいですね。なんや、俺以外にも他に業者呼んだやつおったんかよ。ああ、よかった、いい感じに。そりゃ知らんわけやわ。ねえ、そりゃ知らんわね。今後ともご贔屓にお願いします。よろしくお願いします。よし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 。把握しとけよな。普通に考えて把握しとけよな。はい、他の部屋はないんかな。この部屋は。ああ、階段。この上はいけないか。よしよしよし。向こうにも部屋がある。この部屋には誰もいないか。誰もいないな。この子おる。タフネスセット。基本ここの神室町はあれなんだね、両開きなんだね、ドア。うんうん、鍵ね。よし、試してみて。鍵束。はあはあ。あ、そう、鍵束をね、こう選ばないといけないんだよね。どっちだろうね。こっち。よし。開いた。あ、なるほど、こっちから上に上がれるのか。なるほどね。あれ、こんな扉見取り図いなかったぞ。ヤクザの事務所ってのは厄介なことしてんな。鍵の種類が明らかに違う。さっきの鍵じゃ無理そうだ。ピッキングできるなら鍵なんて探さなくていいじゃん。全部それで開けなよ。怪しいな、後ろ姿が。もう少しだ。難しいな。あ、やられやっちゃった。よし、このゆっくりした、ゆっくりゆっくり、よし、ゆっくりが難しい。ギュンっていっちゃう。でよし。よしよしよし。だ、なんか落ちてる。あれ、上り階段がない。ここが最上階ってわけじゃないよな。村瀬がいたのは5階だったはずだ。どこかに登れる道がないか探してみよう。っていうか、なんでだいたい点検中なんだよ、ミレニアムタワーといい。応接室ね。暗証番号。え、なんて言った今。
8919だって。8919か。あ、間違えました。お、開いたぞ。なんかいろいろあるね。あ、ダブルスエー、ダブルスエー欲しいな。あった、よし。能力強化が携帯でできるなんて。じゃあこっから来たからこっちか。開くのこれ。おいこら、え、死ねえ。ほんま、すまへんでした。手間取らせよって。何の話？ここから行くと見つかってしまいそうだ。ダメか。なんかやってんのかあいつら。もう、ほんと好きね、そういうの。どっかあれかな、窓の外から出てみたいな感じじゃない？あ、ここだ。こっから外に出られるが、あれを使えば上に行けそうだ。上行き過ぎだけどね。怖いことするわ、ほんと。長生きできへんで。録画時間が大変なことになってるな。一旦ここで終わりたかった。あ、でもやってる、やってる、もう。お取り込み中みたいだ。はい、というわけで、じゃあ今回こちらで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちさんでした。